坂口正則は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた元調教師。実施に調教師の坂口ともやす、おじに元調教師の坂口正治、いとこに元調教師の坂口正宏がいる。1967年に、坂口正治旧社で騎手見習いとなり、1974年に、騎手となる。1981年騎手免許を更新せず、 調教助手に転ずる。1983年に調教師免許を取得し、調教師に転身。1985年に旧社を開業。初出走は、同年7月13日小倉競馬第9競争のコスモフィールドで3着。初勝利は、同年7月28日小倉競馬第11競争。初出走と同じコスモフィールドで、延べ3頭目での達成だった。 1990年のホーチハイ4歳品馬特別を6番人気の、A、シンサニーで優勝し、重賞初勝利を挙げた。同馬は、その後大歌賞に出走し4着と構想。続くオークスでは、大歌賞馬、アグネス・フローラを破り優勝、G1 初勝利を挙げた。シンの冠無名の平井と光の所有馬は多く、予託されていることもあるが、15勝を挙げている重賞の、 うち十一章が、栄心の馬で、相性が良い。騎手は四位。広文、上村博之の起用が多い。障害競争は、西谷誠が主戦である。2019年2月28日付で、定年のため、調教師を引退した。括弧内は、当該場の優勝重賞競争。ふとじは、g i 級競争。ふとじは、門下生。括弧内は、 旧社所属機関と所属中の職分、ありがとうございます。